さて、懲りずにやる。段ボールと。で、手を気にしてみた。で、前面からはあんま出ん感じすんな、やっぱ。上昇気流出てんね。周りが。紐で出るよ、隣から。え？あー、何？どこ外れた？あー、下？結構いい感じで来たんで。どうするんだっけ？燃えてきた。で、こうやって消す。少し煙が出なくなってきた。ほっとくとすぐ消えるけどな。まあ、まか。ここで風量を調節するかな。結構簡単。すげえ、この煙突交換。漏れ漏れやけど。まずまずプチ成功と。